すごくて精神的に俺を追い詰めてくる。分かってる、分かってるよ、大丈夫大丈夫大丈夫だよ。あのね、精神落ち着いて。01すごい。ん、01はその当てつけ配信さえもバズらせるぐらいの男なの、わかる？そうなの？だってそうじゃん、ゼロワンじゃなかったらこんな手付け配信したところでバズんないよ、でしょ？思い出して、ゼロワン系やられてるの。タバコも俺の時はブカ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 ハイボール飲みながらタバコ吸う女がタバコも我慢して敬語使って、うんうん、ね、免許証は見せる、うん、見せなかったのに、うん、そういうこと やるんだよ、わざと。うん、だから01ゲ、わかる？利用されてるの。ずっとされるじゃん。違う違う違う、いいのいいの。あのね、それはなんでかって言ったら、01がさ言ってたじゃん、ほらクリスマスプレゼントに何々と何々を買わなかったら別れるとか言って脅されたって言ってたじゃん、うん、何だったっけ。バンクリーフの50万の指輪とモンクレの20万のダウン、それを買わなかったらさ別れるって言われたからさ、もうこれそれでさ、もう本当俺さ無理だわと思ってさ、あれ別れたんだって言ってたの。私さ聞いた時にさ、あなた素晴らしいと思ったよ。あ、リスナーさんからね投げてもらったアイテムをね、そうやって大切にさ、リスナーさん自分の感情だけではなくさ、そう、私だってそうなの。私もわがままな男嫌いだからさ、自分でやんない人だから、私もなんて言ったらいいのかな、そのこれはリスナーさんからもらったねお金であって、やっぱ自分の意思だけで使えるお金ではないっていうのがあるわけだから、リスナーさんがいいよって言えばいいんだけど、それを自分でやんないでさ、そうやってゼロワンにそういうこと言ってきた女をさ捨てたのは正しいのよ。だ、それを当てつけでやられてるだけなの。だから今電話しちゃダメだしね、それはリスナーさんのことを裏切ることになっちゃう。シーンブレないで、ゼロワン絶対にブレちゃダメ、ブレないで、鎮火するから。もしもし聞いてる、うん、ブレちゃダメだよ、ブレちゃダメ、しっかりして、しっかりして。わかったね、しっかりよ、うん、絶対しっかりして、うん、分かった、うん、あの閲覧いいじゃん、上がるってことはそれだけゼロワンの人気がまだまだ続くってことなんだから、プラスプラス、 OK？ はいはい、じゃあね、じゃあね、はいはい、ちょっとマユに電話するわ、ちょっとキムキムにちょっと言いたいことがある。やめなよ。いや、分かったよ。しきちゃんの言うこと正しかったな。やめなよ。分かった。俺は本当ね、バカみたいに50万の指輪と20万のダウン買ってたら、本当に終わってたと思うよ。そう思わない？それでも応援しようと思う？正しいよな、俺の判断って。どうしたの？嫌がらせされて。そこは買えばよかった。お前アンチな。みんなの買うべきじゃないでしょ。バカみたいじゃん。そんなの。いつまで続くの？そんなために配信やってるんじゃないぞ。バカみたいな女に貢ぐために。
来るに電話しよう。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。って何駅だっけ？苦しみます？想像以上に、想定以上にそうなってる。恵比寿？次どこ行くの？自分の配信しなよ。まあそうだね。今俺がやるべきことって何？山手線一周苦しみます、苦しみますをクリアすることだよね。うん、歩いてね。そうゴールしよう。もういろいろ言うのやめた。どうせあんなね、配信素人の2人は初めだけ、あれ以上発展も何もないでしょ。適当な時間に配信切って2人で過ごすんだろ。つまんない。配信の素人なんだからね、なり合いしてるだけでしょ。いつまで経っても盛り上がるの、そんなの。今日だけでしょ、どうせお付き合いしたって初めだけでしょ。セララ、セララいい名前だな。ちょっと見てみ、ありがとうね、花火。これキムキムかっこいいか？どうなの？そんなイケメンじゃないくない？普通だよね。変わらなくない？俺とどう？いい勝負じゃない？俺はね、19時間寝てないっていうのをちょっと入れてほしいんだよ。もう顔色もあり、もう疲れ切ってるから。うん、で俺はブスなんだけど、もうちょっとまだマシなんだよ。ゾビーちゃん本当？まあ、配信魂ぶつけてるしな。うん、あんなねクリスマスにデート配信してるのと苦しみますって一生懸命歩いてる男、どっち選ぶ？どっち選ぶ？カワムシ選ぶでしょ。俺でしょ。配信者とねクリスマス過ごして、あ、なんか自信出てきたわ。うん、負ける気がしない。うん、ありがとうね、ゴール目指して。